はい、先好きな新潟人の石戸川です。今回は、蕎麦焼酎です。珍しい、蕎麦焼酎の雲海というやつなんですが、これ以前もの、一応度が上げたんですけど、あちらはですね、ワンカップのやつで、で、しかも、度数が、ワンカップのやつ限定で20度だったっていうことで、こちら25度の、ね、やつです。ので、また新たにね、動画上げます。ということで、吉田洋おすすめの飲み方。蕎麦焼酎のソーダ割り、ちょっと新しい美味しさです。書いてあります。蕎麦焼酎、俺、大体蕎麦焼酎自体飲んだことねえんだけど、ほとんど。こちらはですね、蕎麦焼酎でググってる、ランキングとかでググると、絶対これ1位なんですよね。雲海に。うん。本格蕎麦焼酎雲海、厳選された蕎麦と宮崎の豊かな自然が生んだ、育んだ精霊でな水を、使用し作り上げた、すっきりとした甘さ、爽やかな香りの本格蕎麦焼酎。原材料が蕎麦と、麦麹と米、各国国産。アルコール度数25度、容量は 900ml。値段が900円ぐらいでした。これは宮崎県の会社ですね。雲海酒造株式会社。なってます。うん。こちらね、今度ね、蕎麦のね、今度蕎麦の、蕎麦粉？蕎麦粉でね、蕎麦の、なんだっけ、蕎麦湯作ろうと思ってね、蕎麦粉今日探したんですけど、どこにも売ってなくてね、スーパーね、いろいろ回ったんですけどね、蕎麦粉どこにも売ってないんで、ヤフオクでね、100グラムのやつ、ね、送料込みで200円ぐらいで売ってたから買ったんですけど、それがまあ、ね、今度届くと思うんで、それ、あとは蕎麦湯作って飲もうかなと思ってます。ということで、ね、蕎麦焼酎、いただきましょうか。まあ、お湯割りとかもね、うまいんじゃない？蕎麦焼酎って。わかんないけど。じゃあ、乾杯。うん。蕎麦の香りするかな？ああ。なんだろう。蕎麦。蕎麦。確かに蕎麦なような気はする。これが蕎麦か。だいたい蕎麦っていうのがなんか植物なんですよね。種。蕎麦ってなんかようわからんけど、蕎麦の種なの？あれ。種子。蕎麦、焼酎っていうか、結構焼酎のその甘さっていうか、焼酎のその、アルコールのあれ、味が結構くるんで、ほとんど香りっていうのがあんまないですね。うん。でもなんかほのかにこう、なんか、花のような香りが、ふわっと広がる。うん。感じはありますけど。これが蕎麦なのか。うん。蕎麦。難しいですね、蕎麦焼酎。麦焼酎はね、若干ウイスキーっぽいんだよ。焼酎とね、ウイスキーを混ぜたような味する。そば、ウイスキー。違う、麦焼酎はね。だけど、これはね、そばのほら、いわゆるそばの茹でて、ざるそばとか食べるでしょ。あれの味、なのかなぁ。
あれってほら、蕎麦ってさ、基本的にタレつけて食うでしょ。だからさ、タレの味が結構強いからさ、蕎麦の味っていうのがあんまりその、あんま分かんないっていうこともないけど、難しいね。でも非常に飲みやすいっちゃ飲みやすい。これちょっとお湯割りとかで飲んでみるとまた違ってくるかもしれないし、ロックで飲むとまた違うのかもわかんない。なんかロックとかで飲むと美味しいとか。かーい。雲海酒造株式会社ですね。蕎麦焼酎。今にも神々の声が聞こえそうな厳正な雰囲気の仙境、高千穂の足元から一面に湧き立つ雲を雲海という。雲海はその壮大な眺めにちなんだ銘柄です。だそうです。だそうですよ。雲海。飲み方とか特に載ってねえ。書いてあるか。飲み方。これはお湯割りが合うとか、これはロックが合うとか書いてはいないですね。雲海、蕎麦焼酎、蕎麦焼酎か。雲海、蕎麦焼酎。冬はお湯割り、夏は冷やして飲むと最高にうまい焼酎で、ストレートで飲んでも次の日に残りません。いろいろ試しましたが、美味しい焼酎の一つです。だそうです。まあ、ロックでも飲んでも美味しい。割って、水ではお湯割りでしても美味しい。と書いてある。ですね。この雲海醸造、酒造は、他にも麦焼酎や芋焼酎、あ、キビキ。芋焼酎で言うと有名なキビキですかね。あと米焼酎も作ってます。その他、貯蔵酒っていうのも売ってます。あと有名な蕎麦焼酎では、これなんていうのね、なんとかの時って書いて、なゆたの時っていう、長期熟成。なんか、すごいボトルがかっこいいやつ。こちらが蕎麦焼酎。のなんか高そうなやつ、ね。あと、大河の一滴とか。これも多分蕎麦でしょ。違う、これ麦か。とかありますけどね。まあでも、雲海酒造っていうぐらいだから、やっぱ雲海がいかに、メジャーかっていうのが大体わかる。と思いますけど。だからね、蕎麦焼酎でね、で、ググるとね、人気ランキングっていうのがあって、そこのサイトでもう1位獲得してるんですよ。雲海酒造の雲海ってやつ。
で、圧巻の1位、ほぼ不動とも言える人気の高さは、蕎麦焼酎生みの親という肩書きだけでなく、その焼酎もそのもののクオリティの高さと言える、でしょう。まさにキングオブ蕎麦焼酎であり、永遠のスタンダードと言える一品ですと書いてある。どんだけだよ、という話ですけど。だから俺これ買ったんですけど。まあ俺蕎麦も好きだし、蕎麦大好き。うどんよか蕎麦の方が大好き。特に蕎麦はあのザル蕎麦。ザル蕎麦がめちゃくちゃ好きです。ザル蕎麦はね、うまい。そうめんよかね、うどんよかね、やっぱザル蕎麦、蕎麦だね。でもまあ、美味しいっすね。これちょっと、まあね、お湯割りでいただいてみますか。今度ちょっとね、お湯割りでもちょっと飲んでみて。うん。でも残念ながら蕎麦って結構ほらアレルギーの人いるでしょ。だから蕎麦ってほら、まあ、蕎麦焼酎も当然だけど、蕎麦って、かわいそうだなと思います。本当にアレルギーの人。蕎麦うまいよな。それなりに美味しい。ちょっとこう、花のようななんか香りっていうか、がある、ね。なんか、華やかな香りがするような感じはしますけど。これはなかなか珍しい味のね、焼酎かと思います。これは割と美味しい。うん。まあでも、うん、まあね、うん、まあ、コクはまあないに近いんちゃう。甘み。香りもそんなないし。うん、でもこれは美味しいんじゃない？うん。結構、変わった味っていうか、焼酎に、やっぱ変わってる味わいっていうのが、楽しい。なんか飲んでて、こう、風変わりな味で、楽しめると思います。2334です。ご視聴ありがとうございました。